まあ、3位という成績、まあ、ドライコンディションでもう久しぶりの表彰台なんで、で、まあ、BS としては初めての表彰台で、まあ、結果的には喜べる結果だと思います。まあ、今回ね、中留選手と、バトルしながら2台で逃げていくというような考えだったんですけど、思いのほかピレリーがね、ピレリーゼというか伊豆選手と渡辺選手がペース早かったんでですね、まあ、今回は大変のレースでした。まあ、それでもやっぱりちょっと中留選手無理したのかなと思いながらやっぱ転倒していったんで、まあ、そこからはちょっと自分の走りに切り替えて、あとはもうなんとか耐え忍んで、なんとか表彰台獲得できました。はい、じゃあ今シーズン最後ということで応援してくれた方に一言。はい、今年はね、フル参戦はできなくて、まあ、とりあえずこのブリヂストンの開発メインでやってたんでですね、まあ、それでもなんか結構チャンピオン狙える位置まで頑張って、まあ、楽しいシーズンだと思います。本当これは皆さんが応援してくれてるおかげで、本当、ね、本当にありがとうございますと言いたいです。また来年もね、なんとか走れる機会を作ってやっていきたいので、またこれからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。